築地市場の現在地再整備の可能性を検討している都議会の委員会が開かれ、民主党の4つの案に対して築地の業界団体の代表などが意見を述べました。委員会では団体の代表者ら15人がそれぞれの立場から意見を述べました。焦点の一つは工事期間で、豊洲に移転する場合の4年に対して築地再整備では20年近くかかると計算されています。早急にできる問題なければですね、我々疲弊しちゃってですね、いく体力もなくなっていくんじゃないかと。とても短縮できないものではないです。今の建築技術その他で不可能だと思いません。それは20年が間違っていると思います。意見は今後の議論の参考にされます。